どうも、ラウチンです。100円幽霊やっていきます。よろしくお願いします。さあ、今日はレアなルーンの入手場所の紹介をしていきたいと思います。レアなルーン持ってるけども、どこで入手したかわからないなっていうルーンありますよね。今日はそれを一つ一つ紹介していきたいと思います。では、行きましょう。それではこれから行きましょうか。騎士の心得のルーンですね。このルーンはダイクストラぐらいしか装備しないと思うんですけども、入手場所はガルドヘブン城の宝箱の中です。それでは次、6属性の最強魔法のルーンですね。このルーンはボスドロップのみとなっております。全クリをすると光以外の最強魔法は持ってると思います。で、光の最強ルーン、思考のルーンですね。これは英雄の試練場で入手することができます。英雄の試練場のアンシェントドラゴンを倒してみてください。そうするとたまに入手することができます。で、同じく、英雄の試練場のボスを倒すことによって、最強魔法が再度入手することができます。爆炎のルーンはアインリッヒですね。で、清流のルーンがクラーケン。で、光天だよね。光天のルーンがシャベルです。で、続いて、大地のルーンですね。大地のルーンはナルンガードです。で、思考のルーンは先ほども言いました、アンシェントドラゴンです。で、最後、闇の最強魔法、深淵のルーン。これが、デッドカウンテスが落とします。英雄の試練場を何度でもやってますと、たくさん入手することができますので、入手してみてください。次、これは結構使いますよね。戦士の極意のルーンですね。これは CJ を仲間にするときのルーン遺跡の宝箱から入手することができます。そして、英雄の試練場のエンシェントシードからも入手することができますので、これは3つ以上入手しておきたいところですね。続いて、戦士の極意と同じく、かなり強力なルーン、魔法使いの極意のルーンですね。これは、大眼鬼、ヴィルシュヌの宝箱から入手することができます。そして、英雄の試練場の、執行者、スラオシャですね。こいつからも入手することができます。これもね、3つぐらいは入手してほしいですね。このルーンも結構使えますよね。SP チャージのルーンです。入手方法は、バーガンティア城の宝箱、そして、模擬戦の初回報酬でも入手することができます。続いて、スナイパーの極意のルーンですね。これの入手方法ですけども、雪山峠の宝箱から入手することができます。個人的には使ったことがあまりありません。高台に立つと集中状態になるので、高台っていうのにね、うまく乗ってくれないんだよな。では次、薬師の断りのルーンですね。ラストステージの宝箱から入手することができます。そして、英雄の試練場のアンシェントドラゴンからもドロップすることがあります。風石の断りのルーン、薬師の断りのルーンと同じく、ラストステージの宝箱、そして英雄の試練場のアンシェントドラゴンから入手することができます。そして、怪力のルーンですね。このルーンがたくさん欲しいのではないでしょうか。私もこのルーンがめちゃくちゃ欲しいですね。入手方法ですけども、英雄の試練場のプロメテウスが落とします。そして、派遣ですね。派遣の遂行なるレア木材を求めてのハテナハテナハテナの報酬から入手することができます。派遣の、この遂行なるレア木材を求めてに、ハテナハテナハテナの入手率アップ、もしくはラッキーアップをつけていくと入手しやすいと思います。そして、怪力のルーンと同じくたくさん欲しいゴーマのルーンですね。入手方法は、バーガンティア城の宝箱、そして英雄の試練場のプロメテウスが落とします。で、同じく、派遣の食材、鉱石、いざ、海辺の洞窟へ。ここからも入手することができます。ハテナハテナハテナの報酬ですね。怪力のルーンと同じく、ハテナハテナハテナの、入手率アップのリーダー、もしくは、ラッキーアップのリーダーをつけていくと入手しやすいと思いますよ。爆速のルーンです。爆速のルーンは英雄の試練場のヒュースバインが落とします。
神業のルーン。これは、バーガンティア城に出てきます、ヘルナイトが落とします。激運をつけていくと、かなり入手することができますよ。天運のルーン。これは、英雄の試練場に出てきます、コゲンを倒すと入手することができます。防御系のルーンもたくさん欲しいですよね。剣子のルーン、そして、大魔のルーン、この二つですね。ちょっとどれが落とすのか分かりにくかったんですけども、ラストステージの外側、城壁の上で戦うところがありますよね。あそこに出てくる敵から入手することができます。激運をつけていくとポロポロ落ちますので、まあ、あそこで2、30分戦ってみてください。5、6個入手できると思います。HP プラスのルーン。これは英雄の試練場のキマイラが落とします。MP のルーンプラス。これも同じく英雄の試練場のメイデン・レブナントが落とします。SP のルーンです。これは海辺の洞窟の宝箱から入手することができます。SP のルーンプラス。これいいですよね。ラストステージの宝箱から入手することができます。そして英雄の試練場のエンシェンドキング。からも入手することができますよ。超妨害のルーンです。スタン発生確率が 50% 上がる、なかなかいいルーンですけども、入手方法は砂漠の巣穴の宝箱です。超会心のルーンです。これの入手場所は一つしかありません。以前動画で紹介しました、サイードアリのイベントで入手することができます。そっちの動画をチェックしてみてください。それでは残り2つですね。戦士の心得のルーン。これ結構強いんですけども、装備するキャラクターを選びますね。入手方法は CJ を仲間にする、ルーン遺跡の宝箱。あそこに入ってます。これが最後ですね。魔法使いの心得のルーンです。これの入手方法は大眼鬼ビルシュヌのボスが落とします。そして、英雄の試練場の同じくボスから入手することができます。はい。ということで今日はレアなルーンの入手方法をさらっとやっていきました。こんな感じで入手できますので皆さん入手してみてください。ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。